今日は夫婦対談をお届けします。というわけで今日は特別ゲストをお迎えして宝石についてお話ししていきたいなと思います。スペシャルゲストは私の愛する妻であり心理学の先生でもある浅見久美子さんです。はい、こんにちは。浅見久美子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、はい、自己紹介をお願いします。自己紹介ですね、はい、浅見久美子です。心理カウンセラーをやっております。はい、はい、20年近くなりました。はい、すごい長くなった。はい、はい、まあ、私も先生ですね。そうだね。カウンセリングもね。そうそうそう。では、うん、今日はですね、まあ、宝石のエネルギーと、まあ、マインド、心についてと、うんうん、いうことでちょっと話したいなと思うんですけども、はい、その心のことをね20年近くこうやってきたカウンセラーとしてこの宝石に出会ってどんな感じがありますかね。うん、この仕事を始めてから、うん、もう本当にたくさんのツールとかいろいろな勉強、いろんな療法とか、うん、もうどんだけするのっていうぐらいしてきたね。出てきて、うんうん、まあ本当にいろいろな素晴らしいツールに出会ってっていう感じなんだけど、その東日本大震災ね、やっぱり私たちにとっては東日本大震災はね、うん、大きかったんだけど、うん、あの直後にねサロンを東京と、ね、仙台と2つになって、そこで宝石に出会ったわけなんだけど、そのいろいろなツールと比べてっていうか、うん、ものすごく興味深いなっていうふうに思ったのと、あの人間だからいいっていう部分、セラピーの、うん、っていう部分と、人間ではない存在の宝石だからこそできる領域っていうのがあるんだなっていうことがあって、うんうんうん、なんかそれぞれ、うん、でやっぱり人がじゃあいなくて宝石を何でもかんでもやってくれるっていうことでもないし、宝石はダメでやっぱり人じゃないとダメだっていうことはなくて、なんか共に生きていて共に影響してるっていう感じで、うん、その宝石を扱うものとしてのあり方とか、そのまあ何でもそうなんだけど、ツールはその理論とか、それをどのようにセラピストが使っていくかっていう、その根底の意図っていうかね、うん、そういうのがやはり宝石でも大事だと思ったし、また宝石にしかない、あの本当純粋無垢なエネルギーっていうのが本当にセラピーとしてもすごく優れてるなっていうふうに思ってる、うんうん、なんか宝石にしかできない領域と人間にしかできない領域みたいなのってあるよね。あるあるある、うん、あるある。まあ、人間にしかできない領域って多分そのそれこそマインドの領域の理解をするっていうか、腑に落としていくまでの部分っていうかね、うん、その部分って対話、言葉を通してしかできない部分っていうのもやっぱりあると思うんだよね。うん、そうだね、うん、だけど宝石って言葉を全く返さずに、うん、ダイレクトにエネルギーとしてその人に作用していくみたいなところがあるっていう意味で、なんかすごく面白いし、すごく強烈だなっていうふうに思った、うん、強烈だよね。強烈で、強烈、強烈。ちょっとなんかカウンセラーとして長年やってきてて、その宝石にちょっと嫉妬する部分があったりした、うんうん、分かる分かる、うんうん、そうそうそう、ね、そのすごく長い期間カウンセリングに通ってくださったクライアントさんが、なんか宝石一つでそれまでこう乗り越えられなかったところをなんかポンと乗り越える姿みたいなのを見た時にちょっと衝撃だったっていうかね、うんうん、そう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 、うん、やっぱりそれはね無垢な存在だからこそのなせる技だなっていうふうに思うし、うん、なんかすごいそこは興味深いし、うん、じゃあそれだけでなんとかなるのかっていうところもまあいろいろ、もう人それぞれケースバイケースってところはあるけど、宝石はとにかく早い、うん、とにかく早い。多分理屈じゃないからなんだと思うの、逆に言えば。まあ、そうだね、うん、感覚の世界だし、うん、私たちの意識だったり、まあ、体だったり、まあ、そのボディマインドスピリットっていうところに
やっぱり影響があるからなのかなっていうふうに思っている。じゃあなんかいろんなツールがあって、カウンセリングってやっぱり言葉、が中心になるけど、カウンセリングもエネルギーで、エネルギーを使ってる部分っていうのはやっぱりあるし、だけどやっぱりその理解をしていくっていう意味での、そのちょっと時間をかけて、じっくりと解きほぐしていくみたいな醍醐味みたいな、カウンセリングにしかできない領域っていうのもやっぱりあると思うし、他のツールだと例えばアロマとかも、そこを超えたところ、結局嗅覚っていうところから直接的になんか作用して、全然意図しないところでの何か気づきが起きたりみたいなっていうのはやっぱりあるし、なんかそれぞれいろんなツールっていうものを使うことによって、なんかそのマインド領域の、なんていうのかな、ケアというか、マインド領域のクリアリングというか、クリアリングであり、チューニングでありっていう感じだよね。で、多くのツールっていうのはね、アロマとかもそうなんだけど、即効性があるんだけど持続力がないっていうものが多分多いかなと思って、他のヒーリングとかも含めて、持続力っていうふうに考えた時に、やっぱ宝石はすごいなっていうふうに思う、そういう意味で。宝石のエネルギーをこうやって扱うようになって感じているのが、心理療法にもいろんな手法があって、ツールがあって、その中にフォーカシングっていう、心理療法の、手法があるけども、宝石のエネルギーってそのフォーカシングの手法とちょっと近いところがあるなっていうふうに感じてるんですけど、どうでしょう。エネルギー的にってこと？エネルギー的にっていうか、そのフォーカシングって、フォーカシングってそもそもなんかエネルギー的なもので解釈をしない、ただ感じたことを感じたままに受け入れていくっていうのがフォーカシングの本質じゃん。そうだね、だから宝石もなんかそれと似たような働き方をするっていうか、そうだね、よりエネルギー的ではあるけどね、フォーカシングの方がよりちょっと思考的っていうか、もちろんもちろんもちろん、感覚的、でも似てるよね。うちらのそのフィッティングの仕方がそれに近いっていうところがあるのかなっていうふうには。だからヒプノっぽくもあるしって考えると、いろんな手法がね、あるよね。その親和性があるってことかな、その宝石が。多分私たちのやり方に親和性があるってことなんだと思うんだよね。で、私なんかカウンセリングのことで20年近くやってるけどさ、宝石のエネルギーってあるじゃない、その理屈を超えたみたいな。なんだこれみたいな、涙出たみたいな、ああいう感覚っていうか、私エネルギーワークに近いから、私のカウンセリングは特にちょっと宝石によりっていうか、でそれを理解しやすいの、何が起こってるのかっていうことを理解しやすいように、ちょっと翻訳のお手伝いをするみたいなところもあったり、なんかその紐解いていくお手伝いができたりとかっていうところが、このカウンセリングの領域を使えるっていう意味ではすごく親和性があったのかなっていうふうに思う。カウンセリングを長年やってきたセラピストとして、宝石のエネルギーと心のことっていうのはすごくこうマッチするというかね、めちゃめちゃマッチする、だってその人のことがものすごく瞬時に情報がさ、いろいろなさ、私もチャンネルがあるから、いろいろなチャンネルでそういうことはこう情報共有はしてるんだけど、宝石は宝石特有のなんか領域っていうのかな、人って多次元的な存在だからさ、そういう意味ではすごくこう純度の高い部分っていうのかな、そういうところの情報が来るから、私はすごく好きだなと思って、そういう情報の質っていうかね、その宝石が得意とする領域っていうのがすごく好きだなっていうふうに思ってる。なるほどね。ちょっと話は変わるんですけど、心の時代っていうのもちょっと今変化してきてて、よく言われているのが魂の時代っていうふうに言われているわけなんだけども、そういう意味ですごくこう時代の変化みたいなのを感じるんですけど、どうですかね、カウンセラー目線でそのクライアントさんの変化とか、どういう人が何を必要としているかとかっていうことの変化とか、そのこれからの時代ってどのような感じになっていくのかとか、その変化ですよね、それをどう感じてるかっていう話をちょっとしてもらえればなと思います。なるほど。なんか基本的にはなんかすごく変わったような感覚もあるんだけど、根底はなんかあんまり変わってないような感じがしてて、心理カウンセラーなので、あの症状にあまりフォーカスをしないっていうところも
あるのかもしれないんだけど、結果としてそれが改善したりっていうことはなんか起こってきていると聞いていますが、うん、なんかそこではないところを見ているっていうような感じで、うん、ただ人間人類としてこの20年でものすごくこう大きく成長しているなっていうふうに感じるところもあって、成長している、うん、成長しているっていうところもあって、ただ心の成長とか魂の成長っていうところのなんか物差しがないから、うん、自分自身では気づかない。そこなんだよね、うん、だからそこを私は見ているし、うん、実はそれがすごく大事なんですよね。うん、自分自身というその個人としての人間としてもそうだと思いますし、一人一人が成長するっていうことが結構社会とか、うん、そういうこの地球とかっていう、こう大きいテーマに無関係じゃないっていうことでね、うんうん、そういう意味で病んだ時代っていうのは自分にフォーカスが向いたっていうことなので、うんうん、みんなのためにみたいな、特に日本はそういう国だったんだけど、自分が辛くなったことによってやっと自分に意識が向いたっていう意味ではすごく貴重な機会というか、そういう季節だったんじゃないかなっていう、うん、自分にこう意識が向くことによって成長していく、うん、成長できたっていうようなことなのかな、うん、成長を確認できるとか、うん、あとはその成長に向かいたいっていう気持ちにこう寄り添っていけるっていうのかな、うん、そうじゃないとこれが良しとされているなんかあるじゃん、その時代時代の常識みたいなのあるじゃない。でその時代時代の常識だから変わっていくのに、そのアップデートされないままそれをずっとやり続けなきゃいけない、うん、やり続けられないのは自分はダメだみたいな感じになるじゃん、うんうん、でそれをやっぱりアップデートできるっていうことによって、本来自分が向かっていくべき成長に向かっていけるっていうようなことっていうのはすごく、うん、感じられるかな、うん、だからより一層ね個人になってるのね、うんうん、でそれはすごくいいことで、しかも社会の中で影響力があったり力を発揮している人々が自分自身という個人に向いている、で個人なんだけど結局その人はいろいろ影響力があるわけだから、うん、様々自分自身の領域の中で、うん、で自分のことなんだけど自分のことだけじゃないって、これは別に影響力の大小関係ないんだけど、うん、まあ、個人のことがものすごく大きなところにこう波及していくっていう、ね、うん、そう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 、自分のことをやってるんだけど、うん、結果として自分の周りをなんか進化させるじゃないけど、うん、そういうことになってるっていうのがこの時代、この時代だね、うん、なるほどね、うんうん、はい、というわけで今日は夫婦対談を、お送りしました。いつも2人で話すと長いんですよね。ということで今日は第1弾の動画をお送りしました、続きは第2弾として次の動画でお送りします。今日の動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。いいねボタンを押してもらえるととても嬉しいです。ではまた次回の動画を楽しみにお待ちください。